華麗なるロシアを訪ねて、ショートムービー中、その3の始まりです。モスクワから東北東へ185キロのウラジーミル、森の中に立つロシアンビレッジが今夜の宿です。池を中心に2棟のログハウスと大きな事務所と食堂があります。どこかカナダの雰囲気です。スパソ、エフィミエフ修道院、たくさんの鐘を一人で操ります。セルギエフ・オサードはモスクワの東北東70キロのロシア正教の聖地です。ポクロフスキー修道院の遠方です。紫の花はロシアの花、バイキッキです。対岸からのクレムリンの眺望です。水辺に映る逆さ、ノボデビチ女子修道院、ここで泳ぐ白鳥を見て、ジャイコフスキーは白鳥の湖を描いたとも言われています。スズメが丘からはモスクワ市街を一望できます。ドームはオリンピックのメインスタジアム。庭にある無名戦士の旗、永遠の灯火が灯されています。Thank you.
鋳造され、当時は世界最大でした。実際には使用されていません。王様の鐘は重さ200トンの世界最大の鐘です。サボルナや広場を囲んで立つ寺院と浮き穂がある高度360度の眺望です。川の中央には船の上に立つピョートル大帝像。Thank you.
ロシアを訪ねて第8巻ショートムービー中その3の終わりです。これで全巻の終了です。ご覧いただきありがとうございました。制作はスカイコム、撮影はメイアンドユー、参考はウィキペディア、ナレーションは合成音声でした。